はぁはぁ来ました、久田さんが。そんなんだっけ、とんでもないものができましたね。いや、とんでもない作品が。みんな大笑いでしたね。皆さんこんばんは、松原光大です。どうも、手越しがでーす。すーごい。いやー嬉しいっすわ。はい、お願いします。はい、お願いします。手越しゆやさんのチャンネルでは、はい、3月9日を、うん、ね、歌わせてもらったんですけど、はい。ね、とんでもないものができましたね。いや、とんでもない作品が、あれはもう、世に出るべき、はい、そうですね、はい、作品になってんで、スーパースターがたくさん登場しましたからね。いや、もう、ブースの外もみんな大笑いでしょ。笑ったらもう声入っちゃうから、みんな我慢しながら、もうめちゃくちゃ似てたから、はい、楽しかったっす。めちゃくちゃすごかった。もう一回あの楽しさを味わえると思ったらもう最高っすね。はい。今からというわけで、そのその流れで、ちょっと僕のチャンネルでは、はい、香水を、なるほど、名曲、はい、振り分けからじゃあ今日、そうですね、やっていこうかな、わかりました、思います。はい、手越くんのレパートリーは、はい、ガクトさん、そうですね、ガクトさん、ガクトさん、ハイドさん、ハイド、あ、さっきハイドさん、ハイドさん出てないですね。え、そうだ。ハイドさん降臨されてなかった、ね、そうですね、はい、そうですね、神降臨にしなかったですね。神降臨。ELT さん、うん、中島美香さん、中島美香さん、はい、うん、スバルくん、ああ、スバルさん、さっき出したいの福山雅治さん、ああ、そうだ、福山さん、ここでちょっと出てきてほしいですね。本当ですか、香ってほしいです。ちょっと来ます、福山さん、はい、トゥーサミノキナー。います、います、はいはい、いました、福山さんいました、今なんか、はい、来ました、ね、来ました、来ました、完全に。じゃあこれで、はい、どこに何をやるかっていうところですよね。はい、じゃあまず夜中にいきなりさ、いつ相手になる、エースの平井健さん。なるほど、いきなり出してくるんですね。はい、4番バッターを、4番バッターを。これ決めるのが楽しいんだよな、もう。あ、桑田来た、いたいたいた、桑田さん、はぁ、はぁ、来ました、桑田さん。そんなんだっけ、そんなんだっけ、桑田さん。来た来た来た、めっちゃ、めっちゃ、僕できないんですよ。本当ですか、はい、いや、僕もあのチャレンジしただけでできてないですよ。イメージ大事なんだよ、やっぱり。入らないとやっぱり。僕宿すタイプなんで。はい、もう今入ってる。はい、もうそれ今宿してます。別に君を求めてないけど。あ、いいっすねー。海の声が、ね、おーおー、すごいです。ですよね。はい、それです。それです。それです。なんで今回は。めっちゃ面白いな。楽しいな、今日。今日すげえ楽しいな。僕、京本大我君のボイトレとかやった時期があって。え、そうなんです。先生だったんですか。そうなんですよ。曲とかも提供して。はいはい。はい、ずっとなんか僕のこと憧れてるって言い続けてくれていて。へー。そうなんですよ。僕の中でもそう、あの事務所離れましたけど、はい、今でもやっぱ応援してる可愛い後輩です。あ、そうなんですね。はい、そうなんですよ。そう考えるとエモいですね。そうなんですよ。だから僕はあんまりこう、今テレビも全然見ないんですけど、大我のは 見るようにしてますね。なんか今でも。うおい。あ、なんか嬉しいんですよ。あ、頑張ってる可愛いみたいな。はい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 。はい、というわけで、はい、はい、早速香水歌っていきたいと思います。はい、でもだいぶレパートリーがあの癖強い、そうですね、メドレーじゃないですか。だいぶ強いっすよ。はい、でもやっぱり癖強いですけど、はい、こっからはもう笑い、そう、笑いいらないですね。はい、なしで、はい、そうですね。はい、では聴いてください、香水。夜中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン。君とはおんちゃん、もう3年くらい当てでないのにおんちゃんしたの。あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。不調理事海に一円はジャンジャン写真撮っちゃうに。でも見てよ今の僕を、傷に舐った僕を、人を傷つけてまた泣かせても、何も感じ取れなくてさ。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す。 Coming
はい、というわけで、僕、松原浩大と手越也くんの香水、モノマネメドレーを聞いていただきました。はい、ありがとうございます。ぜひ、いいなと思ってくださったら、チャンネル登録と、グッドボタンお願いします。そして、3月9日を、手越也くんのチャンネルで、歌っているので、そっちも、見てください。はい、ぜひお願いします。お願いします。じゃあ、一緒に、手を。あ、わかりました。はい。終わりました。はい。はい。せーの、手、バイバーイ